はい、今回も柴松やっていきたいというところなんですけども、皆さんに悲しいお知らせがあります。非常に残念ですね。お知らせがあります。こちらですね、サービス終了のお知らせです。この柴松、6月で配信終了です。サービス終了ですよ。去年のね、確か秋ぐらいから始めたんですけど、1年持ちませんでしたね。こちら書いてる通り、6月18日をもってサービス終了。クリスタルの購入画面では120円のみ購入可能で、もうあちこちから購入はできなくなってると。即分は必要なアイテムありません。ポップアップ内でクリスタルでの代用が可能。クリスタル販売終了した後にサービス全終了。すべての機能がご利用いただくなるということは、おそらく手に入れたフルボイスも、見れなくなります。ショックショック。まあ自分が手に入れたやつはね、動画で紹介しているのでいいんですけど、見てないやつとかね、もうほぼほぼもう諦めるしかないですよ。で、選べる引き換え券とかあるんですけどね、復刻ガチャも、復刻っていうかもう最後の中、最終売り尽くしセールみたいな感じだけど、だなこれ。新キャラクターも販売するんですけどね。であとバースデープレゼントもあるんですよ。あるのにゲームやめちゃうからね。あんまりメリットが。残りの期間もよろしくお願いしますって言われてもね。だって新しいのも追加されたんですよ。これが推し松ガチャね。推しさんガチャね。レトロガチャやってる。すごいカルテ。1日ログインでクリスタル90獲得のチャンス。90でもな。だって新しい施設ができたんですよ。俺に会いに来たお前へのプレゼントだ。遠慮せずに受け取るといい。それがね、自分の場合もしかしたらこのレベルだと手に入れることすらできないのかもしれない。特別ログイン。ごめんなさい、あんまできませんでした。これだからなのかな。ごめんなさい、できませんでした。ただイベントは開催するので、新しいイベントはね、なのにやめるのかいって。なんだよ、病院からの手紙。うん、重要判子。あおお、行くぜ。
はん？はあ！全員再検査。どうしよう。ああ、トッチはそうだろう。でも一番注射嫌なのはね、一番注射嫌なのは一人いますから。ね、一期5はエスパニャンコでね、証明されてますから。ああ、バリウム飲んでるね。大丈夫かな。ところで、他の11人は？は？11人？うんうん。ちょっと待って、カホひじりさん。もっと言うとエンマ大王だけど。どうした？17つぼ、え？あ、そういうこと？松田家17つぼ。はあ。正しい患者様。やっぱりね。ああ、来たぞ来たぞ。失礼しますけ。二人になってるけど。は、じゃあこっちは何？何の助なの？小さは翔之助さん、新之助さん、鈴之助さん、佐之助さん、伝之助さん、由良之助のさん、林之助さん、友之助さん、倉之助さん、愛之助さん、門之助さん、鉄之助さん、春之助さん、淳之助さん、栄之助さん、鹿の鹿しゲシュタルト崩壊する。鹿之助さん、上り之助さん、以上17名ですね。嘘だろ。まさかだね。え、だって選抜で見たよね。おそらく一期25は選抜で見たよね。17つ号なんという事態。子孫家宝。いや、あのだからひらがな考えるみたいな、そういうことなの。それは松原さんに聞いてください。ああ無理。のすけってもしゲシュタルト崩壊。帰って大丈夫。あ、そういうことかい。一応このイベントはラストではないのか。まだあるのかな。もうちょっと続いて欲しかったんですけどね。で、これを集めると。ああ、ドキドキするね。いやこれはショックだな、やっぱり。ちょ、みんないい人だよ。あとね、これの前のイベントなんか薄々ね、コメントの方とかいろいろ薄々感じたんですけど、このイベントストーリー1話だけだったみたいですね。2話以降ないなと思ったら1話だけだったみたいですね。今回の方はわからん。今回は解放するのかな。果たして報酬リスト、あれあれあれ、ストーリーないぞ。ええ、ストーリーないの。1話だけ。またはあ、そういうこと。ストーリー1話だけなんだ。へえ。アイテムだけなんだ。あとチケットだね。
城島津ガチャと、お医者さんのやつね。こっちはまだ弾ける。弾けるけど、フルボイスはもうないのかな？もうないのかな？こっち以外は。イベント走りたい方以外は、こっち回した方がいいのかもしれないな。正直。全部戻る感じか。いやー、まあとりあえず進めるやりだけ進めますけど、いやー、新しい施設で送りたいんだけど難しいか。気が向いたらね。全然ピンとこない。最後まで楽しみたいと思いますので。だ、眠気が。皆さんも一緒に楽しみましょう。というわけで今回はここまで。みんないい人だよ。